皆さんこんにちは。今回は米田マニアが語る米田に来たら絶対にこれ食べとけっていう商品を紹介していきたいと思います。今回はマジで辛口でいくので、僕こうやって語るのもね、愛知県生まれ愛知県育ちで米田に関しては本当に愛してる米田ユーザーなんですよ。まあ本当にね、結構ほぼ全メニュー食べたんじゃないかなとは思うぐらい米田好きなんで、今回は結構辛口でね話していきたいと思います。これ期間限定じゃないですか。赤いソファーって米田って感じしますよね。これがね落ち着くんですよ。分かってくれる人いますか。でそして山ちゃんの手羽先がなんとお持ち帰りできました。これうまそうやね。はい。でやっぱりこの赤いソファーがね落ち着くんですよね。やっぱ米田のいいとこってそこだよね。でクリームソーダ、これ並べたら絶対可愛いやつ。これも期間限定のやつ、まあ、でもこれ喧嘩になるよね、どの味頼むって言って。そしてラミネートしてあったカツパンです。これって今の推しなのかなって言ったところなんですけど、普通にね推しとかじゃなくてうまい商品を今回話していきたいと思うので、めちゃめちゃ辛口言いますよ。まずは米田の歴史から。米田ってね本当に歴史が深くて、1968年に加藤太郎さんが作って、最初米屋の太郎から走って米屋の太郎米田米田になんか名前変わってったみたいです。で米田ってねコーヒーが本当に美味しいっていうことだけ覚えておいてください。でそのコーヒーだけでの中でもホットじゃなくてアイスコーヒーめちゃめちゃうまいんですよ。これねブラックが嫌いな子でも普通に飲めるっていうぐらいね飲みやすい。俺はね、コメダのアイスコーヒーが本当に優勝してますね。いろんなコーヒーと比べても。はい。で、それだけはマジで覚えておいてください。で、コメダと言ったらね、ジェリコっていう商品なんですけど、ジェリコってこれクリームなんですよ。それに対してクリームコーヒー、あの右上のやつはアイスが乗ってるんですよね。で、コメダってね、アイスが得意なんですよ。で、後でちょっとこれの結論出しますね。ドリンク編。まとめて結論出します。で、まあ、あとはミックスジュース、バナナジュース、オレンジジュース、アップルジュース。まあ、これはね、甘いの好きな人にはおすすめです。で、卵サンド、サンドイッチはこれではないんですよ。後から説明しますね。卵はこれじゃないんだわ。でね、カツも、俺、ヒレカツ好きはいいんですけど、米田のカツって。俺、ロースカツ好きだから、俺は網焼きチキンホットサンドがおすすめ、この中では。うん、ヒレカツあんま好きじゃないんだよね。で、まあ、期間限定のフルムバーガーは普通にこれうまそうだよね。これ食べてみたいなと思った。で、まあ、コメダはドミグラスバーガー。まあ、これは無難ですよね。バーガー系はこれが一番。で、卵系はこれ手作り卵ドッグ。これ卵のボリュームで言ったら絶対これが勝ちですね。うん、これを頼んでみてください。でもこれはまだまだ優勝ではなくて、優勝する商品はこれです。たっぷり卵のピザトーストですね。はい、こちらがもう一番のおすすめでございます。フード編。ピザの中に米田の自慢の食パン、ふわふわの食パンの中に卵がこんなぎしっと詰まっている、これ本当夢の商品ですよね。男のロマンっていう感じなんですよ。でビーフシチューもおすすめだけど、これは第2位ですね。手田に洋食やるビーフシチュー食うんだったら米田でビーフシチュー食った方が絶対に美味しいですね。でこれ夜米で店舗限定でやってました。これちょっと食べたことないんですけど、気になったっていうので紹介していきたいと思います。まあ見せるだけね。これドリンク編ナンバーワンはこのクリームコーヒー。コメダのアイスコーヒーとソフトクリームの相性めちゃ抜群です。さあ来ました、たっぷり卵のピザトーストでございます。この重量感見てくださいよ。この卵とピザとこのコメダのずっしりとしたふわふわの食パンですよ。むしろこれ皆さん知ってました？これコメダで食えるっていうの。コメダといったらね、シロノワールだけだと思ってませんか？それだけじゃないんですよ。ほら見てくださいよ、これの断面。うーわ、これ何回でもね、やっぱこれ食いたくなりますね。でしかもこれね、タバスコがついてて、そう、タバスコね、こうやってかけると美味しいんですよね。パンチが効いてね。しかもこれが750円って、普通ね、ピザって750円じゃ食えないんですよ。本当に。で、しかもピザトーストでこんなにこだわってるのってないじゃないですか。これ本当に優秀なんで、ぜひコメダに行ったらまずこれを頼んでみてください。はい、そしてドリンク編なんですけれども、こちらクリームコーヒーがめちゃおすすめなんですよ。アイスコーヒー美味しいって説明しましたよね、コメダでは。で、さらにシロノワールのこのソフトクリームも楽しめるので、すべてのね、コメダの良さはこいつに集約されてるんで、
ぜひみんなもクリームコーヒー頼んでみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。また来週。